回のタイトルは最新情報、最近のネットワークインシデント後のカルダノの今後です。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノはエコシステム内での迅速な対応と協力により最近のスパム攻撃をうまく切り抜けました。カルダノエコシステムに特化した会員制組織インターセクトがこの状況に関する重要な最新情報を共有しました。火曜日遅くのスパム攻撃の後、ネットワークは通常よりも高い負荷を経験し、ブロック高の争いが激化したため一部の SPO に悪影響が出ました。しかしチェーン全体は期待通りに機能し、全体的なトランザクションのタイミングへの影響はわずかで、チェーンの密度は若干低下しました。このインシデントに対応してインターセクトは技術タスクフォースを調整し、カルダノ財団、IOG、知識豊富な SPO や開発者などカルダノエコシステムのパートナーと協力して潜在的な解決策を特定しました。現在のアップデート、発足した技術タスクフォースは根本的な問題を徹底的に調査した結果、インシデントの根本原因を特定しました。これを受けて攻撃によって露呈した脆弱性に対処するためのホットフィックスを迅速に導入しました。ホットフィックスの実装には SPO がノードバージョン 8.12.1 にアップグレードする必要があります。このアップグレードはカルダノブロックチェーンのパフォーマンスを維持するために不可欠です。 SPO は最新のセキュリティ強化に合わせてノードを速やかに更新し、ネットワークの円滑な機能を確保することが求められます。スパム攻撃が迅速に解決されたことはカルダノコミュニティ内の協力精神を浮き彫りにしています。インターセクトは他の主要な関係者とともに対応の調整と必要な技術的ソリューションの展開において重要な役割を果たしました。当面の脅威は軽減されたため、焦点はカルダノネットワークの将来性を確保し、潜在的な攻撃に対する防御を強化することに移っています。インターセクトが以前示したように、将来的にこの種のスパム攻撃を鈍らせるための解決策が特定されテストされる予定です。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。